今野が持った左足で持つ亀川が右サイドの茂み低いクロス金森ニヤで合わせた金森、まあ、久しぶりのゴールだったのですごい嬉しかったです。相手も負けられない状況で、まあ、すごい前から来るの分かってましたし、まあ、でも自分たちのホームで、まあ、今日もたくさんのファンサポーターの皆さんがスタジアムに来てくれたんで、必ず勝利して次の、まあ、セレッソを挟みますけどホーム最終戦にたくさんのお客さんがファンサポーターの皆さん来てほしいんで、いい勝利ができて良かったです。背番号7、田中拓司に対して背番号18、岩崎優斗。いやもうマジめちゃくちゃ嬉しかったですし、まあ、僕が初ゴール決めたんで、まあ、次は優斗の番っていうふうに、言ってたんで、2人で一緒に決めれて、しかも勝利することができて、すごい頼もしい存在でした。よかったです。まあ、残り3試合、全部勝って、最高の形で今シーズン終わりたいと思うので、ぜひ、まあ、今日の倍ぐらい入ってほしいですし、今日みたいな素晴らしい雰囲気でできるのも選手たちは幸せなんで、ぜひ、熱い声援これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ナイスゴールです。ありがとうございました。ありがとうございました。